父さんに寄生する虫女はさっさと出て行け。え、りょうた、急に何を言い出すの？他人のくせに気安く名前を呼ぶな。落ち着きなさい。何があったの？父さんから聞いたよ。お前の最終学歴中卒なんだろ。それが何だっていうの？俺は有名私立大学に通うエリートだぞ。父さんの再婚相手とはいえ、そんな奴が母親なんて許せない。実家が貧乏で進学するお金がなかったの。親ガチャに失敗したってことか。学歴だけじゃなくて運もないとか終わってんな。お金はなくても両親は私を懸命に育ててくれた。負け惜しみはみっともないし、綺麗事はやめろ。そんなつもりないけど。年収1000万の父さんの金目当てなんだろ。汚いやつだな。そんなの関係ないわ。私はあなたのお父さんの人柄に惹かれて結婚した。うわ、絵に描いたようなテンプレな返答。さすが低学歴。本当のことなのに。父さんの連れ子だった俺が内心では鬱陶しかったんだろ。そんなことは絶対にない。本当の息子だと思って大切に育ててきた。中卒に言われるとマジで鳥肌もんの肝さ。家事しかできない無能女のくせに。専業主婦を見下すのはやめなさい。中卒は働きたくても無理だもんな。家事や育児にしかプライドが持てないとか哀れなやつ。私に出てってほしいのはよくわかった。だけどそのつもりはないよ。父さんが出張に行ってる今がチャンスなんだ。お前は失踪したことにするからさ。私が中卒ってだけでそこまで毛嫌いする？学歴社会なんだから当然だろ。しかも無職。好きになる要素がどこにある？あなたが有名な大学に合格したのはすごいと思う。だからって中卒を見下すのは違うんじゃない？父さんの収入を手放したくなくて言い訳に一生懸命だな。そんなんじゃないから。父さんが亡くなったら遺産も独り占めするつもりだな。赤の他人のくせにずうずうしい女だ。考えたこともないわよ。勉強しないですっからかんなおつむの中身は金のことでいっぱいなんだろ。話を聞くつもりないんだね。話し合いってのは対等な立場で成立するものだ。中卒のお前と俺じゃ人としての格が違うんだよ。そこまで学歴至上主義だとは思わなかった。お前を家に置くくらいなら家政婦でも雇った方がマシだ。父さんが出張から帰ってくるまでの間に荷物をまとめて消えろ。私の名前は陽子、36歳。今から15年前に今の夫と結婚しました。私は初婚でしたが、夫は2回目の結婚で、いわゆるバツイチ。先ほどやり取りしていた亮太は夫の連れ子です。血のつながりはなくても本当の息子だと思って大切にしてきたのですが、ここ最近私のことを邪魔者扱いすることが増えてきました。専業主婦であることを見下してきたり、家事の出来栄えに対して必要以上にケチをつけたり。それにしてもいきなり家から出ていけだなんて理不尽にも程があります。出張中の夫に相談しようと連絡をしましたが、忙しいらしく LINE も電話も反応がありません。どうしたものかと悩んでいると、亮太は信じられない行動に出たのです。翌日。お前と父さんの離婚届出しといた。これで正真正銘赤の他人だな。え、冗談でしょ？本気に決まってんだろ。お前はどれだけ嫌われているか自覚がなさすぎだ。好かれてるとは思ってないけど、やりすぎじゃない？ついでにお前の私物は玄関の前に放り出しといた。それを持って消えてくれ。めちゃくちゃじゃない。俺なりの駆除の仕方ってやつよ。人を虫みたいに言うのはやめて。口答えする暇があるなら買い物から帰ってこい。冷蔵庫に食材を入れたらお前の役目は終了だ。わかった。それが済んだらひとまず実家に帰らせてもらうわ。永遠に帰ってこなくていいっつーの。それはお父さんと話し合って決めることよ。そんなことは必要ない。離婚はすでに成立したんだ。私は離婚届なんて書いた覚えはないわ。2年前の3月25日の午後14時48分、お前は確かに離婚届を記入した。詳細に覚えすぎでしょう。これが現役大学生の記憶力ってやつだ。お前は父さんと口喧嘩して勢いで離婚届を記入した。そういえばそんなこともあったわね。だけどすぐに仲直りして離婚届は捨てたはずよ。それを俺がゴミ箱から拾い上げて保管してたんだ。は？
一体何のために？お前を追い出すための最終兵器だからな。前々からお前の存在が邪魔くさかったんだよ。自分の部屋の掃除も私に全部やらせていたのに。そんなのはやって当然だ。だけど中卒と知ったからには我慢の限界。そうですか。年収1000万を手放すことになってどんな気持ち？もうこれ以上やり取りしたくないわ。奇遇だな。俺もお前とは関わりたくない。一刻も早くニート主婦は出ていけよ。じゃあな、ブロックするぞ。2日後。お前父さんをどこへやった？は？私のことブロックしたんじゃなかったの？そんなことはどうでもいい。今日出張が終わるはずなのにまだ帰宅しないんだ。それでどうして私に連絡してくるの？お前が父さんを連れ去ったんだろう。は？父さんを手放すのが惜しくてそこまでするなんて最低最悪だな。そんなことする必要性ゼロだから。どうせ実家の両親から養ってもらえなくて追い出されたんだろ。1円も稼げない中卒ニートは。私は年収2000万だけど。え？お前何言ってんの？事実よ。嘘つくんじゃねえ。働いてないくせに年収2000万とかありえねえだろ。私ずっと仕事してたの。主婦をこなしながら在宅でエンジニアをしてた。はあ？お前そんなの聞いたことないぞ。母親の方が稼ぎがいいなんて息子にバレたくないからってあなたのお父さんから口止めされてたの。父さんの倍も稼いだるなんて。倍どころじゃないよ。え？あなたのお父さん現在は無職だから。は？わけわかんないこと言ってんじゃねえよ。今だって出張中なんだぞ。それ嘘だよ。え？実は昨日お父さんから連絡があったの。先月会社の飲み会でカッとなって上司をボコボコにして大怪我を負わせちゃったんだって。マジかよ。父さん確かに酒癖は悪いけど。普段の勤務態度もひどかったみたいで周りからの評判も最悪。最終的に怪我を負わせた上司から訴えられてクビになったそうよ。それがバレるのが嫌で仕事に行くふりをしてたのか。ビジネスホテルを泊まり歩いて時間を潰してたそうよ。だけど限界を感じて私に連絡をしてきた。どうして俺には何の音沙汰もないんだよ。あなたが私にしてきたことを全部伝えたのよ。そしたら絶対に許さないってさ。なんでだよ。俺ほどの優秀な男をどうして。離婚届を偽造したでしょ。何のことかな。お前が2年前自分で書いたって言っただろ。それは間違いないよ。だけどね、お父さんの部分は空白のままだった。あれそうだったかな。あなたはお父さんの部分を筆跡を真似て署名し勝手に押印した。本人に確認を取ったから間違いないわ。そうだったかな。いや勉強が忙しくてちょっと記憶が曖昧というか。一度提出してしまった離婚届は簡単には無効にできないんだよ。自分勝手な理由で面倒なことをしてくれたね。そしてそれは立派な犯罪。お前中卒のくせにそんなこと知ってるのかよ。ちょっと調べればわかることでしょ。警察に相談させてもらうし、罪にならないようなら民事で訴えることにするから。待て待て待て、話が飛躍しすぎてついていけねえよ。当然の流れだってわからないかな。お父さんを頼っても一切助けないって言ってたから無駄だよ。ふざけんなよ。そんなことになったら俺の華々しい大学生活はどうなるんだ。退学するしかないでしょ。あなたのお父さんクビになったのがショックでキャバクラで散財して貯金はゼロだって。は？学費も払えねえってことかよ。そういうことになるわね。そんな無責任な話があるかよ。離婚は無効なんだろ。だったらお前が俺を養え。いいえ、離婚はこのままします。は？お父さんと話し合って正式に離婚することにしたので。なんだって？クビになったことを隠してキャバクラで散財するような人とはやっていけませんからね。もしかして俺の親権は？お父さんに決まってるでしょ。やだ。お母さん俺を養ってください。何を言ってるの。正真正銘ニートの父親なんて俺のプライドが許さない。あんな奴とは絶縁してやる。ご自由にどうぞ。ありがとう。母さんこれからもよろしくな。勘違いするんじゃないわよ。え？誰があんたを養うって言ったのよ。いやだって
俺が父親と縁を切ったら一人ぼっちなんだぞ。かわいそうだと思わないのか。1ミリも思わない。悪情者、本当の息子と思って育てたとか言ってたくせに。それは嘘偽りない事実だよ。だったらどうして俺を助けてくれないんだ。そんな私に対してあなたはどんな仕打ちをした。それはあなたを助けてくれる人はもういないわ。ごめんなさい。学歴でマウントを取るなんて人として最低でした。実際に稼いでる方が何倍も立派ですよね。手のひら返しがえぐいわね。いえ、心に秘めてた本当の気持ちです。ツンデレのデレの部分。その補足いらないと思う。失礼いたしました。お母さん、今すぐ帰ってきてください。お待ちしてます。一生待ってればあなたに制裁を与える準備に入るので失礼します。待ってください。お母様、落ち着いてください。これ以上ないくらい冷静よ。それと私を母親と呼ぶのはやめて。ブロックしますね。私を見捨てないでください。母上、ママ。その後、今回の件を警察に相談したところ、大した罪にならないと言われたため、即座に民事で訴える準備を開始。敏腕弁護士を雇い、裁判の結果、亮太は300万の慰謝料を支払うことを命じられました。ちなみに夫は傷害罪で訴えられ、罰金刑で50万を支払うことになったようです。その後、私と夫の離婚は成立して、亮太は無職で貯金ゼロの父親と2人暮らしすることに。そんな状態では学費も払えるはずもなく、大学は退学することになったようです。元夫はキャバクラで散財して、ヤバい業者から借金までしていたらしく、厳しい取り立てから逃げるため失踪して、一人家に残された亮太が借金を返済する羽目に。エリート大学生から一転、借金を返済しながらアルバイト漬けの貧しい生活を送っているそうです。実家に戻った私は変わらず在宅の仕事は絶好調。学歴だけで人を判断する人間にはなりたくないものですね。